皆様、大変お久しぶりでございます。いかがお過ごしだったでしょうか。さて、ちょっと時間の関係上、端的にしかちょっとお話はできなくなってしまうんですけれども、今年も年末に向けて、お話ししていきたいなと思っております。お話の本題の前に、こちらの動画を見てくださっている方、初めてこちらの動画を知ってご覧いただきました、皆様。簡単にご紹介いたしますと、私は、30代になるんですけども、大阪に住んでおりまして、もうすでに大学、短期大学の方ですけども、卒業しております。ご存知の方も多いかもしれませんけれども、その説は大変お世話になっております。好きな話を、させていただいているんですけれども、今回はその、好きなことについてお話ししていきたいと思います。今回は、この声の、録音収録で、お届けしたいと思っております。私自身も、まだまだ手始めで手探りで始めたばかりでございますので、不慣れな点がありますので、その節はご了承くださいませ。ただまず1点目から入っていきましょうか。と、まあ、今年1年は、オタ活、別名、お仕事、好きな推しっていう感じで書く方の、そのお仕事、そのおあの、趣味ですね、趣味の、活動についてお話ししていきたいと思います。最近、YouTube の動画で、最近知った、コスプレイヤーさんの、動画を、拝見して、ちょっと新しい可能性っていうんですかね、すごくこういう活動の仕方もあるんだな。端的に言うと、衣装、仮装ですね、仮装でのそのいろいろな取説のことをお話ししてくださってる方がいらっしゃいまして、ファッショナブルなトークだったので、すごく見させていただいておりました。今年も、5月か、あ、5月じゃないですね、夏ですね、コミックマーケット開催されたってことになりまして、で、今年の冬もおそらく開催されるというお話は伺っております。ただ、残念ながら私自身は仕事の関係もあり、参加はできないだろうなと思っております。どうか私の代わりに皆さんもお出かけいただけたら幸いです。好きな活動にの2つ目なんですけども、最近いろいろと画材を買うことも多く、絵を、時々でしか描けてないんですけれども、ペンを、カラーペン、ペンもいくつか種類があって、例えばカリグラフィーを描かれる方とかはお分かりだとは思うんですけども、そういった太いペン、ペン先が細いペンとかを、揃えられる方もいらっしゃると思います。あとは、
まあ、よく、まあ、広告とか、まあ、そういうデザインをまあされる方が多い方でしたら、そのコピック、こちらもまあカラーペンなんですけども、まあ、時々ちょっと使ってみて、ペンの書き味を試しております。まあ、そのペンなんですけれども、まあ、最近まあ、帳簿をつけていて、ちょっとたくさんカラーペンの数がちょっと多くなってきたってこともあって、ちょっと自分自身では把握もできないということなので、スケッチ帳に、まあ、私はまあ黒木帳という呼んでるんですけども、まあ、その黒木帳に、まあ、ペンのその試し書きをして、まあ、どういうペンがどういう色味で出るのかっていうのをちょっと書いて、まあ、以前動画で収納についてお話しした動画がございますので、ぜひそちらをご覧くださいませ。まあ、ペンのその収納法なんですけども、まあ、最近は、まあ、ちょっとまあ、エコになるのかどうか分かりかねますけれども、ペットボトルを使ってそのペン立てを作ってみたりとかしています。動画に上げられれば、そちらでご紹介したいと思います。次に、まあ、その画材なんですけれども、まあ、やはり円安の影響をかなり受けているらしく、まあ、まあ食料品もそうですけども、まあ、あとまあその半導体関連、まあ、電化製品とかですね、まあ、それも軒並み、まあ、高騰しているところもあって、まあ、ますますちょっと画材に手が届かなくなる来年になるかもしれないなと、ちょっと危惧しております。まあ、特にそう、絵の具でしたらその海外製品っていうのは多分多くと思うんですけども、まあ、私はあまり買わないですけども、油絵の具とか、まあ、アクリル絵の具、あとは色鉛筆だったらその海外製品の水彩色鉛筆なども、まあ、若干お高くなってるのではないかなとは思っております。まあ、以上がこちらの、おたかつお仕事、まあ、おたかつかな、おたかつのお話でございました。次に、まあ、大きく2番目で、まあ、プログラミングのお話になりましょうか。まあ、プログラミングの、まあ、ちょっとトーク自体はあまり需要がないと思うので、ざーっと、短くお話しして終わろうと思います。最近は、PHP や、Python っていう、その、まあ、プログラミング、まあ、言語があるんですけども、まあ、一番馴染みが深いと思われるのは、まあ、その HTML とか、まあ、その JavaScript、CSS っていう、まあ、言語の馴染み深いと思いますけども、まあ、私自身は、まあ、そちらをちょっと重点的にちょっと今学んでおりまして、まあ、まだ詳しいその様子は動画でご紹介できればご紹介したいと思います。で、まあ少しお話を戻しまして、その PHP や Python なんですけれども、スマートフォンの、まあ、アプリの学習アプリで PHP のそのプログラミングの、コーディングの仕方とか Python ですね、
まあ、PHP っていうのは、まあ、ご存知の方がもうほとんどだと思うんですけども、パソコンでのその機械処理や、まあ、フィトンっていうのは、まあ、人工的なその、まあ、機械学習のことですね。まあ、機械学習に似たその、まあ、プログラミング言語になりまして、まあ、その AI でのその開発にも使われる言語らしいです。まあ、まだいろいろ多岐にわたるようなので、まあ、ちょっと割愛しますけれども、まあ、先ほどもまあその JavaScript についてお話ししたんですけれども、まあ、おいおい、まあ、その JavaScript、まあ、コアっていうのもあるっていうことも知り、であとまあその Swift、まあ、こちらもまあ Mac、まあ、Apple 製品とかで、まあ、推奨される言語とかにも挑戦してみたいですし、あとはそのゲーム開発とかで使われている Unity っていうのも最近ちょっと注目されている言語でもあるので、まあ今パソコンでそのアプリケーション入れてるんですけども、その X コードのその、まあ、X コードっていうのはその統合開発環境と言いまして、そのまあ、アプリの、まあ、組み込み方とか組み立てられる、まあ、そういうアプリケーションなんですけども、まあ、その理解度に応じてその JavaScript、Cobol とか Swift、Unity などもちょっと、まあ、本格指導していきたいなと思っております。まあ、それでは、次の、まあ、その話題ですけども、まあ、新しいその Mac 製品が今年出ましたよね。iPhone 14でしたっけ？ 10、15でしたっけ？まあ、ちょっと自身は買ってないので、まあ、詳しい機種の話は致しかねますけれども、まあ、やはり、まあ、その円安、まあ、まあ、値段の高騰っていうこともあって、まあ、すごくその金額に驚かれてる方も、まあ、ただ気になる製品はありました。その、まあ、Apple Watch もすごく惹かれる一つであって、まあ、この時計も、まあ、そのベルトですね、時計のベルトのデザインにもこだわりを持たれているらしく、まあ、そのブランドの会社と提携されてデザインを作られたっていうのも強みで、まあ、かなり推していらっしゃいますけれども、まあ、あとはそのイヤホンですね。イヤホンは正直かなり欲しいと思っている一品です。できれば、まあ、まあ、自分への、まあ、クリスマスプレゼントとかにも、ちょっと、買ってみたいなとは思ってはおりますけれども、まあ、ただ、やはり、まあ、その、半導体のやっぱり、こう、高騰ってもあって、で、かなり、まあ、イヤホンの、まあ、でも、まあ、iPhone とかで比べるともう全然まあ、もうこう商売じゃないですけども、ちゃんと勉強されてる、値段提供されてくださってるなっていうふうには思ってはおりますけれども、まあ、すごく、まあ、ちょっと気になる一品なので検討中です。最後に、まあ話題はガラッと変わりまして、まあ2025年、まあ、まであともう1年半を過ぎる頃
具合かなとは思っております。万博、そうですね、大阪での、万国博覧会での開催が、春ということもあり、今大阪では周辺の改札、道路開発とかがすごく進んでまして、で、その周辺の、駅とか、建物、あとはそうですね、やはりこう最近の、技術の進化も相まって、いろんな、設備ができ始めてるっていうのもあるみたいです。で、最近、今年、久しぶりに南港に立ち寄ったことがありまして、その開催地となるであろう場所にもちょっと来ておりましたので、またどこかでもしご紹介できればご紹介したいと思っております。工事の進み具合によっては、もうほとんど姿形が見えてきてるんだなっていうふうに感じております。開催年になると、非常に多くの、企業、協賛企業がもうすでにたくさんいらっしゃってるみたいで、チケット制がすごくかなり小粋な身になるんじゃないかなとは思っております。以上が、この1年での取りまとめでのお話でございました。来年はお正月になりますけれども、ちょっと私自身ちょっと新年のご挨拶ができませんので、このトーク動画を借りて、1年の締めくくりとさせていただきます。皆様、来年変わってくる新年にもなってくると思います。楽しい一年になりますように。